今度は私からですけど、うん、授業でチェってありますね、うん、私っていう、うん、これが私と訳さない時があるので、うん、それはどうしてですかっていうふうに質問があったりするんですけど、うん、私も自分も人に似てまして、自分のすべきことを考えなさいって言うとチェが入る。訳してみると明らかに私ではちょっと違和感のある時があって、私って言ったら私個人だけども、うん、自分がって言うとその人本人がっていう、うん、そういう、むしろあなたがと訳したいような、そうそうそう、そういうケースもありますね、うんうん、あなたのすべきことを考えなさい、そういう時はチェガハリルル。あとこのチェが面白いのが、うん、チェジャリとか、うん、チェシガンとか、うん、なんか熟語になってあるじゃないですか、うん、あチェチョルもありますね、チェチョル本来のとか一番良いっていう、そういうから元のはチェジャリ、元の場所にとか、いろんな意味があります、ね、それは窃盗時っていうことですかね。そう、何かの単語についてその意味を付け加えるっていう意味では窃盗時、うん、いろんな意味があるので注意、優しいからね、優しいからどうしてもこれだと思ってしまって、うん、何かこういうバリエーションを知らない、あるいは気がつかないことがあるから。